こんにちは、ネイリスト中山千恵子です。今回はサロンワーク動画です。今回のサロンワーク動画はオフから始まってプレパレーション、ワンカラーと水滴ネイルのデザインを両手で約1時間で仕上げたいと思います。特に今回はお客様とのご都合が合わなくて時間が短くなっちゃったというわけではなく、施術したらたまたまそのぐらいで終わりましたという動画です。はい、それでは早速オフの方からしていきます。そう、この根元をね、見ていただくとお気づきの方もすでにいるかもしれませんが、かなり伸びてますね。何度かサロンワーク動画 YouTube にもアップさせていただいているお客様のネイルなんですけれども、今回もなんと根元2ヶ月伸びております。まあ、今回もといっても少しちょっと前のサロンワークの動画なんですけれども、いつもつけたネイルを大事にしていただいて、この作り手側としてはとっても嬉しい限りです。ありがとうございます。嬉しい。まずは先端を短くしてから表面を削っていきます。表面をある程度削ったら、次はジェルのお芙蓉液を使って溶かしていきます。結構ね、お芙蓉液は揮発性が高いので、空気に触れるとね、蒸発していってしまうので、アルミをしっかりギュッとくるんでおきます。5本ともお芙蓉液で巻いたら、もう片手も表面を削ってお芙蓉液で巻いて元の手に戻ってきます。そうするとジェルネイルが溶けてきてくれているので、溶けてる部分を落としていくんですけれども、結構ね、このオフ動画をたくさん見ていただいてると、溶ける速度が結構違うなっていうことに気づくと思うんですけれども、その時使ったメーカーさんによってオフが早いメーカーさんもあれば、溶けるのがね遅いメーカーさんもあります。で、早いメーカーさんの場合はもう片手削ってる間に戻ってくると、もうかなりパカッと浮いてくるように取れるんですけど、溶けるのが遅いメーカーさんだと、もうね、根元の方はまだ指の温度があるのでちょっと溶けてきているんですけれども、先端の温度がない部分は全然溶けていないっていうこともあるので、そういう時は全く溶けていなければカラージェルの部分だけを削って、ベースジェルは先端ちょっと残してリペアのようなことをしてオフをしていっています。ただね、溶けかけている部分を残してしまうと心配なので、ある程度ちょっと溶けかけてきていたら、しっかり最後まで溶かして落としていきます。ふんふん。他の指の爪ももう少しギリギリまで短くしていきます。それでは甘皮を押し上げていきます。たまにご質問でいただくんですけれども、結構ジェルネイルが根元から浮きやすいというね、お話をいただくことがあるんですけれども、根元からジェルネイルが浮きやすい場合は、まあ、ベースジェルがその人の爪に合っていない、
なのでね、別のメーカーさんのものを使ってみたら浮かなくなったっていう場合もありますし、甘皮部分にこのケアがねしっかりできていなくて、ルースキューティクルっていうものが溜まってしまっていると浮きやすくなってしまったりとかすることもあるので、結構ね、あの甘皮のケア、ここ大事です。ここはね、しっかりどんなに時間がなくて急いでいる時でも必ず手を抜かずにやっていく部分です。ほうほう。あと、まあ先端から浮きやすいっていう場合も、まあ、もちろんやはりベースジェルが合っていないっていう場合だったりとか、すごいね爪が薄い人はね浮きやすかったりとか、あと爪が反って生えたりとか、すごい伸びてくると下に向かって生える人とかね、いろいろいるんですけれども、伸びていくうちに爪が変形してしまう人も、まあジェルネイルが浮きやすいということもありますし、あとはもう純粋に爪先を結構ね仕事で使うっていう方も浮きやすかったりとか、いろんな原因がねありますね。爪の表面をサンディングしていく場合は、必ずスポンジファイルで優しい力で爪の表面のツヤがなくなる程度に優しくかけていきます。爪を削るという意識は一切持たずに、ツヤをなくすぐらいの気持ちで表面を整えていきます。それではようやくここからジェルネイルを塗っていきます。まずは爪の表面にプレプライマーを塗っていきます。で、プレプライマーは爪の表面の水分や油分を調節してくれて、ジェルネイルの持ちを良くするための液体なので、しっかりとプレプライマーが乾燥してからベースジェルを塗っていきます。それではカラージェルを塗っていきます。で、今回のオーダーはかなりナチュラルなネイルに水滴を少し乗せて、ちょっとワンポイントに、あ、ネイルやってるんだなというような雰囲気のモテネイルですね、これは。頑張って！をオーダーいただきました。ので、今ね、これ本当にほんのりしか色ついてないので、カラージェル塗ってるの？みたいな感じがすると思うんですけど、こちらはね、ミスミラーズの S の11番、シアートゥインクルピーチというね、ほんのり若干ね、よく見ると微粒子のラメも入っているね、とっても可愛いカラーをワンコートにして、もうね、トップジェルを塗っていきます。で、水滴もすべての指に置くのではなく、何本か置いていきたいと思います。で、今回は水滴はいつものクリアジェルで作るものではなく、パーツを使ってちょっとオーロラの水滴を乗せていきます。で、オーロラのパーツの下が透明なのとホワイトなのがありまして、
ちょっとね、どっちがいいかなっていうのを見ていただいて、ベースが白い方がちょっと水滴っぽさが目立つねということで、このベースが白のオーロラのぷっくりしたまん丸のパーツを置いていきます。かわいい。今回は美獣ジェルでパーツを留めるのではなく、トップジェルを塗ってそのまま水滴用のパーツを置いているので、一本一本パーツを置いた指は仮硬化をしながら進めていきます。今回はカラージェルがワンコートなのと、水滴のパーツをトップジェルにそのまま置いた爪があるので、トップジェルを2回塗っていきます。まあ、カラージェルがワンコートなので、いつもよりもちょっと薄いジェルネイルに仕上がっているっていうのと、パーツがむき出しのままだと取れやすくなってしまうので、上からしっかりとコーティングをしていきます。クリアジェルで作った水滴だと、上からトップジェルしっかり塗ると水滴っぽくなくなってしまうんですけど、パーツの場合はしっかりと埋めてもらっても、ちゃんとこのまん丸のぷくん感が残るので、パーツで水滴ネイルを作った時は上からもしっかりトップジェル塗っています。こちらね、もう年始かね、もう半年ぐらい経ったサロンワーク動画なので、あんまり当時のこと記憶にないんですけれども、なんかね、いつも塗っているノンワイプトップを塗っていなかったみたいなので、なんと今回のサロンワーク動画はこちらで完成となります。なのでね、最後はしっかり未硬化ジェルを拭き取っていきます。こんな感じで今回のモテネイルが完成となります。かわいいかわいい。ちなみに使用したお色はこちらとなります。今回も最後まで見てくれてありがとうございました。それではぜひまた見に来てね。